あ、そうです。熊倉でございまはい、す。よろ今しく日はありお願がいとうしございます。いいお話聞かせていただいます。て、ありがとうございます。まあ、私どもも、なんとか無形文化遺産にと考えてるんですけど、なかなかいい言葉で伝えられない中を、私たちよりももっと前から、日本の文化の本質として、温泉文化を位置づけられ、非常にわかりやすいお言葉で今日お話しいただきまして、とてもありがたいと思いました。で、そういう中で、まあ、群馬の温泉、この長時間今日初めてということですが、数多く群馬の温泉に入ってらっしゃって、まず群馬の温泉についての感想を少しお話しいただけますでしょうか。一つはね、私は東京生まれの東京育ちなんですはい。けれども、距離的にちょうどいい場所にあるっはい。ていうのは言えますね。近適く度ね。な遠さで、旅情を感じることができる。なるほどこね。れより近かったらあまり旅をした感じにならないんじゃないかと思うんですね。先生は町内会はでい。おばあちゃまと行かれたという話はいしてですね、私実は高崎の生まれなんですはい。はけれい。ど、祖母が島なんですよ。ははは。それで夏になると祖母に連れられて小さい時いつも温泉に行っていたはと。いはいそれから夏冬になると今度母が万座に僕をスキーはい。で預はけてしまっいはい。て、だから温泉というのは群馬県人にとっては自分の住まいとああ、まなりるほ遠いとど。ころにないんですね。ああ、幸せですね、でありも。がたいことですけどね。えただそれだけに本当に大切に感じているのかどうかということがえ。どううん。もなおざりになってきたなというのを今日のお話を聞そういでて、すはい。ね。あれ、僕も、持論なんですけれどはい。も、やっぱり、すごく身近なんですよ。はい。私たちにとってね。だから、生活の中にもうカウントされちゃっているので、それほどありがたみがわからないっていうんですか。そういう感覚がありますよね。群馬県じゃ余計かもしれませんね。はい。ああ、そうですはい。ね。それで実は群馬県には世界遺産、富岡製糸場絹産業遺産がありまして、世界の玉上神津賛否もなんとか県議たちと一緒に登録をしてきたんですが、ユネスコ三大遺産事業を考えた時に無形文化遺産がないねっていうふうに思ったんですね。それこそ温泉の中で考えてるうちに、これそのものがまさに無形文化遺産そのものだよねと思いましてね、それで皆さんに無形文化遺産にしようではないかと。ただそれは群馬だけではなくて、やっぱ日本全体の話なんだと。で、世界遺産だと例えばこの長寿館だとか草津の何々だとか岩竹だとかってもの一つになってしまうと、あれを選ぶこれを選ぶになってしまうので、そうではなくて温泉に浸かる、温まる、まさに入浴ということ自身が本質なんだと。それで全体を登録にしたいと考えてるんですけど、先生はその辺についてはどうお考えでござ僕いますか。も同感ですね。これを例えばどっか一箇所をはい。代表して指定してしまうっていうことになると、それで温泉を語ったことにはならないと思うんですよ。やっぱり温泉の良さっていうのは全国各地に無数にある温泉のその多様性っていうのがね、もう全て衣食住含めて全ての個性が魅力的なわけですから。だからどっか一つってより、やっぱりその多様性も含めての総合はい、はい。一括して、温泉そのもののですね、温泉文化そのもの。その温泉文化の時に、やっぱ温泉に入る、入浴するということが一番のポイントかなと我々はそうです考えてね。ましたね。先生、先ほどヨーロッパのいろんな温泉の話をされて、私はカルロヴィヴァリでですね、大変ショックなことを感じたんですよ。日本人だよね、温泉好きだよね、カルロヴィヴァリに近くにいたもんですから、連れてってあげるよって言って行ったんですよ。でもどこ行っても入浴がないんですね。で、皆さんチューチュー陰線で飲んでるんですよ。で、これが温泉だよと言われて、すごいショックを受けましたね。で、バーデンバーデンも先生さっき混浴の話をされましたけど、あれサウナが熱かったことをだんだん冷ましていくっていう傾向があって、ああ我々のようにお風呂に入って温まって、それで皆さんと食事をしたり、この温泉宿の楽しみをしたり、地の力全てをいただいて娑婆に帰っていくのと違うんだなっていうのをそうです。しみじみ感じましてね、それをなんとか温泉文化として無形文化遺産に登録できないかと考えてるんですよ。なるほどね。大体で外国の方から見ると療養はい施設ですから、はい明らかに
そうすると療養施設がなぜ文化遺産かっていう考え方になるじゃないですか、はいはいはい、サナトリウムですよね。そうなんですよ。だからそこを最初から説明していかなければ、はいはいはい、ただこれ説明だけじゃ分からんでしょうね。体験していただかなければならないんですよ、はい、先生おっしゃったように日本の温泉の入り方を異文化体験としてできるだけ数多くの外国の方々、うん、外国の方々だけではなくて、うん、私たちよりも下の世代にとっては本来の日本の文化の異文化体験をしっかりやる教育をしていかないと、うん、そうですね、なかなか無形文化遺産も遠いですね。遠いですね。だからすごいそういう意味でもこれインバウンドはチャンスだったし、はいはい、まずここでインバウンドで考える時間をコロナが与えてくれたっていうのもチャンスなんです。先生これ神のおぼし召しだとおっしゃったのは、なるほどと思いました。で私どもですね、一体どっから日本人はそんな温泉の入り方をしてきたんだろうと調べてましたら、出雲の国不動記にぶつかりましたね、はいはい、まあ、一番古い文献ですよね、はいはい、あそこでやっぱり老若男女が皆温泉に入り、はい、そこで一応なし宴をなし、はいはいはい、そしてひとたびすげばキラキラとし、はい、再びくぐればよろずの病ことごとく消える、これを神の湯というという文献に出つかましてね、はいはい、あ、これ本質なんだな、はい、これをどうやって我々はいろんなところに伝えていくのか、うん、ということが役目かなと、うん、今ちょっと思ってるんですね、うん、そういう深い伝統の中に私たちがいる。だからこのコロナ禍で神のおぼし召しで、うん、もう一度私たちの日本文化の本質が一番詰まっている、うん、温泉入浴と温泉宿と、さらにこれを伝えてくれる多くの匠の皆さん、うん、もう一度見直そうではないかと言ってくださったのかなと思うんですけど、うん、先生はその辺はどうお考えでございますか。そうですね、やはりね、日本の歴史あってこその、はい、この温泉文化ができたんだと思うんですよ。やはりこの今言ったね、町内会の旅行っていうのは元は町内の校であったが、はい、そうだと思います。でこのじゃあそれは町内会の校ってのは何かって言ったら、江戸のような過密都市っていうのはあまり世界に類を見ないね、はい、この過密都市があって、それが長屋単位で町内を町を構成していて、親睦しなければならないから、その、まあ、装置としてその校というものが、はい、作られた。いや確かにね、温泉行って一晩過ごしてた時の、うん、その人間関係ができるっていうのは他はちょっと、はいはい、他とは比べにならないものありますよね。まあ一緒にお風呂に入ること自身、そういうなんか近しさを確認し合うのには本当に温泉ってものすごい力ですね。そうですね。だからそれが何がっていうわけじゃないんだけれども、はい、結局日本の文化の結果として温泉があるから、はいはい、まあ、そうなるんですよね、はい、まさに結晶ですよね。そうなんですよ。だから日本人である限りにおいては誰でもこの温泉に行って心地よいと感じるはずであって、はい、それは私たちの文化の原点にそこの場所で立ち返るから、はい、なんですよね。この辺りを外人の人が理解してもらうというのはかなり難しいと思うけど、はい、ここまで本質を理解してもらえないと困るんですよ、はい、群馬県の中に、まあ、インバウンドで一番来る温泉宿があるんですが、はい、そこの館主はですね、外国人が温泉好きだからうち来てくれるわけじゃないだよ、うん、みんな勘違いしてるよと、うん、まさに異文化体験なんだよ。そうそうそう。だからその異文化体験だということをきちんと伝えられる側に自分たちがいなきゃいけないし、そのためには世代を超えてこれが日本文化の本質で自分たちは守っていかなきゃいけないんだということを作法を通して伝えなきゃいけないねって言われたのがですね、私心に染みてるんですよ。そうですね、その通りですね、はい、そういう教育的な部分が生まれるといいなと思うんですけどね。そのためにやっぱりユネスコとか無形文化遺産っていうのは大きく教育を世界的に広める意味でも力になりますので、うんうん、なんとか無形文化遺産にしたいなと。そうなるともう一つ重要なのは支えて暮らしゃっている湯守とか、うん、大旦那とか大女将とか、はい、仲居とか板前とかという皆さんの匠の仕事がとても重要かなと思うんですね、
そこにもう一度光を当てたいなと思ってます。そうですね、私もそういう小説を書いていただけると、そうですね、はい、難しいけどねでもね、温泉旅館の板前さんってね、はいはい、決してコックじゃないんですよ、はい、やっぱりね、独特の存在なんです。はいはい、でやっぱり町の料亭の板前さんとも違うと思うんですよ、はいはい、だから それぞれのその専門職ですよね、はい、湯守って言っても俺説明するの難しいでしょうねそういう世界の中でどうやって人々が和を作っていくのか、うん、まあ、和というと日本文化ですけれども、うん、それもあのなんか温泉には凝縮しているような気がいたしますね。そうですね、もう和そのものですね、はい、和のシンボルとして、うん、ぴったりですね温泉ね。じゃあさっきあの湯守の話とか旦那の話が出ましたが、はい、この会長社長にちょっとご一緒していただいてお話を聞こうと思います。この長寿館六代目の話題のお二人から少しご紹介をしてください。明治の初めの頃、岡村の先祖がここを買い求めまして、それ以来6代にわたって、やってまいりました。まあ上越線に関わったもんですから、うん、少し、お金がなくなってしまいまして、おかげでこの建物が明治8年のここは建物なんですが、残ることができました。いろいろ考えるんですが、まあお風呂に入って困った時はお風呂に入って、うん、頭をあの切り替えてどうやって守っていこうかなと思ってやってまいりました。ご承知のように下から湧いてきている温泉なもんですから、なんとかこの状態を長く続けたいなと思いまして、今もやっております。まあ温泉が全てなもんですから、非常にその周りの景色等もできるだけいじらないように、木を切らないように、努力をしております。まあ次のせがれの代もやはりその木を切らないで温泉を大事にしてほしいなと思っております。以上でございます。はい。まあ、あの父も言いましたけれども、ここの温泉は約半世紀前にこの辺りに降った雨が50年間かけて浸透し、うん、温められてこうポコポコと湧いてきたところに湯船を作ったというちょっと特殊なあのお風呂なんですけれども、うん、今自然を汚してしまったりすると自分の代やこの代ぐらいまでいいかもしれませんけれども、孫の代ぐらいに影響が出る可能性がございますので、子供孫の代までしっかりとこういい山の入れ湯が出るようにこの温泉と周りの自然を含めて、大切にしていきたいと考えています。初めてここにお見えになられてご感想はいかがですか。温泉の原型を見たような気がしましたね。やっぱり湯ありきなんですよ、うん、はい、で最初にお湯があって、しかもそのお湯ってのは昔は掘削技術がないわけだから自然湧出したものでしょ、はいはい、その古いお湯の上に湯船を作り、建物を作り、旅館を作り、なんか山や森まで、うんうん、その温泉の底から湧いて出てきたような、そういうイメージを持ったんですね、はい、だからああこれが温泉の本来ある姿なんだなっていうふうに感じました、うん、それを守っていく上でこう苦労なさってることってどんなことですか。世の中のこう移り変わりで今、まあ、お客様からのさまざまなニーズもあるんですけれども、そのニーズに応えようとすると、まあ、今までの姿とちょっと形を変えなければいけないケースが出てきて、そこでちょっと悩んでしまいますけれども、まあ形を変えたりこうそういうのをニーズを追いかけるというのも一つなんでしょうけれども、まあそれをしてしまうと昔の佇まいがやはり残らないので、うん、まあそういう誘惑に惑わされないようにして、うんうんうん、できるだけ昔の姿を残したいなと考えています。今の社長たちの
気持ちにはどう？人間に合わせてったらキリがないんでね、うん、人間に合わせてるといくらでも変わっていっちゃうから、うん、でも変わってくっていうのは今のこの時であって、うん、やっぱり今まで変わらずに来たその長い歴史っていうのをずっと思いに決まってるんですよ。今のこうした方がいいんじゃないかっていうよりもね。だからそこはいちいち、まあもちろんそれは全部否定するわけではないですけれども、あのお客様の意見っていうものがを取り入れるときにはやっぱりかなり慎重に考えないと、ここは変えるべきか変えざるべきかっていうのはとても難しい判断だと思いますよ、はい、会長は今そういうことの中で何回もそういう試練を乗り越えてこられたと思うんですけれども、そうですね、はい、その時にこう原点になったものって何ですか？お風呂に入った時の感じをですね、全てのお客様に何とか感じていただきたいということだけでずっと、不便なところは少しはいじりましたけれども、うん、これからもお風呂に習って大事にしてほしいなと思っております。何か心にこう固めてることある？仲間の旅館の人とかとこう会合してると、かなりこうどんどん形を変えながら進化し続ける宿というのも確かにありまして、まあ、そういうのも少し気にはなるんですけれども、やはりもう近くでこう見るといろいろ傷んでるところはあるんですけれども、遠くから写真を撮った時になんとなく調和が取れてるような昔懐かしい雰囲気っていうのはもうここならではですので、それを損なわないように、変な気を起こさないように、まあ、設備投資とか改装工事は非常に慎重に考えています。変な気を起こしたら、あの起こしそうになったら朝日に来ていただいて、カツを入れていただいて、ね、はい、先生どうですか？あの僕こういうあの温泉に限らず、建物の古い建物とか古い文化財ってすごく好きなもんですから、うん、やっぱりね、重要文化財のお宅に住んでらっしゃる方とかいらっしゃるわけですよ。それは不便に決まってるんですけれどもね、本当お願いしたい気持ちですよね、うん、今度来た時も同じ形でいてください、私の子供が来た時も孫が来た時も同じ形で会ってくださいっていうふうにやっぱり思いますね。お願いします。そのやっぱりお湯に対するやっぱり先ほどそれ神のおぼし飯とおっしゃったけれども、みんなあのお湯に入った瞬間ってみんな声出すでしょ、うん、わーとかね、そうわーとかわーとか声出すっていうのは、ね、うん、あれね、神様に抱きしめられた声だと思うんだよ、ね、なるほど、うん、だから温泉ってやっぱりみんなそういうところを持ってるし、うんうん、そのぐらい貴重なものですね。またそれがね、年になればなるほど分かるんですよ、そのありがたみがね、うん、だから若いうちはみんなおぐらいなんだけれども、うん、本当にね、じじいになると大きなため息をつけますよね入った瞬間に、うん、あれはその神様にそれだけ深く抱きしめられている、うん、来たっていう意味なんでしょう。大地の底から湧いてるんです。はい、そうですね、あの湯玉がこう上がってくる、うん、あの感動ってちょっとう、ね、どうにも言えない素晴らしいところですね、うん、よく足元湧出の温泉ってのよくあの本で特集してあったり言われたりするけど、そうはあるもんじゃないですからね、うん、本当に珍しいですから、これはいい経験させていただきました。何かお二人残す言葉がありますか？前あの来たお客様で新婚旅行に60年前に来て、うん、久しぶりに行こうかと思ったけども宿がないかなと思ったら、あの宿がありまして、当時とあの変わってなかったという言葉をいただいたので、うん、それは私どもにすると非常に褒め言葉で、うん、とても嬉しかったです。またそう言ってもらえるように残していきたいと思ってます。じゃあ最後にまとめの言葉。私も新婚旅行は1泊目が水上で、うん、2泊目が越後湯沢だったんですよ、うん、その当時からの温泉不安なんですけれども、うん、もう一度行ってみたいと思うんだけど怖い感じがするんですよね、うん、全然変わっちゃってたら嫌だなっていう気持ちもするんですけれども、うんうんうん、多分そういう気持ちでまた再度訪れる方ってな、あのご夫婦もいらっしゃると思うの で、ね、やっぱり少なくとも50年単位で考えるぐらいのね、うんうん、長いスパンで、はい、あの守っていっていただけ
たいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。